家事散歩筋トレの時間スタートです。はい、皆さん行きまーす待て待て待て、さらっといけるか。はい、こうリ18 19 1。もうええわもうええわ、オッケー。はい、さあ、それではですね、ここからは、トークショーという形で改めて、今日のですね講師カジさんと進めていきたいと思います。カジさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではお座りいただいて。はい、ストレッチ教室、まあそして体幹トレーニングということで、はい、1時間、うん、こうやって皆さんとやってみましたけど、カジさんはまずトレーニング自体久しぶり？いやいや、やってますよ。あ、やってる？やってますよ。やっぱ体型維持したいんで。はいはいはい。週 2、3 は朝走ってますね、はい、まず走る？まず走ります。はい、ロードワーク出ます。はい、で週1で筋トレ行きます。カジさんはこの体のケアすごく入念にされる選手だっていうのは、うん、もう皆さんもねよくご存知だと思うんですが、もともとカジさん学生時代からそれだけこうストレッチだったり、うん、トレーニングに対しては結構こうまめに細かくやってたんですか？まあ、やってはいましたけど、うん、まあ、昔ながらのやっぱり回数であったり、はい、そういうあこれだけやったからみたいな感じのタイプでしたね、うん。まあ、そこから何がきっかけで、まあ試合に出れない、うん、試合にもし出たとしても、はい、失敗が続く、通用しない、はいはいはい、っていうところから勉強入りましたね。あ、やっぱりじゃあ、はい、まずはプロの壁にちゃんとぶち当たったこと、ぶち当たりましたね。でもやっぱりやってないとできないんだっていうのはすごい分かりましたし、継続してやるようになってからね、はい、やっぱり結果も出るようになって、試合にも出れるようになってっていうので、はい、どん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 こう自分を高めるそのトレーニングであったり、はい、うん、そのメンタル面であったりっていうところはすごいその磨きをかけるようにはしましたね、自分で。やっぱりそうやって日々のトレーニング、うん、きっちりとするしないっていうのがその後のこの競技人生においても違ってくるっていう、はい、いやもう大事ですね。でもそれって形で見えないじゃないですか。これだけの努力したから、はい、その成果が上がるとかその形に見えないんで、うん、分からないんで、だからみんな続かないんです、やっぱりその努力が。だからまあ僕もそうですけど、何が自分の中でポイント、あの特徴かって言ったら、強みかって言ったら、自分を信じれるんですよ、うんうん、まあ、これだけのトレーニングやったから絶対に成果が出るっていうのを信じてずっとやり続けれる、その信じれる力があるから多分生き残れたんやと思うんですよ。手前の結果を見ずに、これだけやってるんだから絶対に結果はついてくると信じて、もっと先の結果を信じてやった方がいいってことですね。はい、まあ、信じれるか本当信じきれないかっていう、そこがもう一番大きいですね。はい、それじゃあですね、ちょっとここからはですね、皆さんから事前にいただいている質問なんかにもちょっと解散お答えいただきたいなと思います。はい、こちら44歳女性の方からいただいていた質問です。ストレッチを必ず毎日同じメニューでやらないと効果はないでしょうか。あのストレッチは、はい、毎日同じメニューでこなさなくても全然大丈夫です、うんうんうん、だからその意識さえあれば、はいはいはい、どこの部位が伸びて、まあ、その呼吸をしっかりしながら止めないでしっかりその部位をしっかり伸ばせるっていうことを継続、はい、継続できれば、うん、その同じあれは関係ないですね。毎日同じメニューでやらなくても、僕らの場合アスリートの場合は、はい、同じメニューをやります。ほう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 。それなぜかというと、はい、やっぱり同じメニューをやることで、はい、今日の張り感が分かるんですよ。やっぱりどこに疲れが来てるかが それで分かると、ね、ちょっと今日は昨日より同じそのメニューのストレッチしてますけど、なんかちょっと張り感が今日は強いなとか、うん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 、そういうのがすごい敏感になってくるんで、毎日やってると、はい、同じメニューで、うんうん、ただまあ皆さんの場合はそのアスリートっていう部分ではないの で本当に、はい、毎日継続できる、うん、そのメニューをしっかりこなせれば全然何も問題はないですね、うん、なるほどね、はい、試合を見てるとご主審の方がいろんなこうジェスチャーをされてると思うんですけど、あれはまあもちろん意味があると思うんですけど、どういった意味があるんですか？はい、まずは、チェック中のシグナルは、こちらになります。これですか？はい、
確かによく見るんですけど。そうです、このジェスチャーをした時には、VAR が映像をチェックしています。あ、そうだったんですね。私なんかこう指示みたいなのが聞こえにくいのかなみたいな風に思ってたんですけど、ちゃんと意味があったんですね。はい、おー、なるほど。他にはどんなものが。はい、続いてテレビシグナルのジェスチャー、はいはい、こちらのシグナルを、出した場合は、芯が VAR の映像を、チェックするということになります。あ、確かにたまに見ますね。でこう画面の方に走りに行ってるのはそれをしますよっていう合図だったわけなんですね。そうです、はい、なるほど。でもこれを知ってると、あ、今こうどうしてるんだろうっていうのもサポーターの人も分かりやすいですよね。はい、カジ散歩。実際にあの会場にいらっしゃる方から、まあ、カジさんにちょっと聞きたいことがありますというね、質問なんかも受け付けようかなと、はい、思いますので、はい、こちらの方からお伺いしましょう。オジェソク選手と交流を持たれてるかっていうちょっと個人的な質問させていただいてよろしいでしょうか。オジェソク選手ですね、はい、ガンバ大阪にも長く在籍してくれました。あの電話 しました、もうつい最近なんですけど、電話で喋って、あの、小地さん、小地さんって言って、私日本に帰ります、絶対嘘やろっつって結構長い契約結んでるやろと思いながら、うん、いや、もう帰りますっつって、私、うん、日本に帰りたいですって言ってました。早くね、また怪我からね復活して、ね、K リーグでもね、うん、活躍する姿っていうのはね、はい、じゃあそういう意味ではあのオジェソク選手とは定期的に何かしらこう連絡取り合ってるんですね。まあそうです ね、はい、ちょこちょこ取ってます、うん、また日本でプレーしたいっていう風に言ってるということで、はい、ね、ほんまに帰ってきてほしいですね。帰ってくる先が名古屋とかだったらどうするんですかこれガンバなんでガンバに帰ってこないんだよ。でそれはもうジェソクに突っ込まないとね。そうよ ね、そうですね、はい、それはね。じゃあ続いてカジさん。はい、あのやっぱもう若い世代、カジさんが現役時代の時に思ってた、あの選手から見たトレーナーに求めることとかって何かありますかね。どういうトレーナーがいいのかっていう、意外とやっぱりはっきり方向性を示してくれる人、その足が速くなるためにはこことここを鍛えます、うん、でこういう結果が出ますよっていう、そういうなんかハッタリじゃないんですけど、うん、そういう自信をこう選手に与えてほしいですよね。信用してトレーニングに真剣に取り組めるように持っていってほしいと、うん、持っていってほしい。だからそのためには豊富な、知識も必要だし、ね、うん、まあ、引き出しがすごい必要になってくるんで、まあ、勉強は多分ね、うん、ものすごいずっとですよね。そういう意味ではね、進化してるんでトレーニングって、うんうんうん、大事だと思います。だから信頼されるトレーナーが一番ね、うん、あ、この人についていきたいっていう人が一番いいと思うんで、そのためには情報量であったり、うん、そういう示せるだけ の、 そのメニューであったりっていうところは、うん、しっかり持っておいた方が、うん、あとはもう体のことをよく知るっていうことですね。体の使い方であったりところをよく知ってるトレーナーがいいと思います。うん、最後行きましょうか。メガネのお父さん、いくつかのチームをに行かれてると思うんですけど、はい、変わったトレーニングとか、ここは面白いトレーニングをしてなとかっていう、自主トレで、あの冬の1ヶ月ぐらい休みあるじゃないですか、サッカー選手、はい、まあ、自主トレでいろいろ各地行くんですけど、トレーニング場を探しながら、はい、で今まで行ったトレーニング場が、沖縄と千葉、グアム、はい、北海道かな、はい、この4つで、この4つの中 で千葉と、沖縄が一番回数が多いんですよ、はい、でその中で千葉、はい、千葉のこの練習場は、はい、これは地獄です。傾斜が30度ぐらいの、はい、30度ぐらいのサウンドスキー場って砂ですよ、はい、あの海にあるような、うん、サンドね、うんうん、ね、あの砂がずわーっと150メートルぐらい、はい、ずわーってあるんですけど、うん、そこでそのなんていうか、サーキットトレーニングだったり、うんうん、100メートルダッシュであったり、うん、そのインターバル、はい、もうそこは本当に真相、もう毎回もう
ゲロ上げながらやってましたね。ゲロ上げて走ってっていう。でそれ自主トレ終わって、はい、まあ、グアムのキャンプ、昔だったらガンバーはグアムでキャンプやって、ね、西野さんの時でしたから、はい、まあその時もきついですけど、はい、5メーター5メーターぐらいの、四角の中でボールキープやるんですけど、その時俺やったのがバレーだったんですよ。体の大きい選手バレー取れないんですわ。懐あるしね、懐分厚いし、うん、もう全然ボール取れないし、うん、ずっとキープされてるんですよ、はい、ほなもう西野さんがボール奪いに行くんだ行くんだ、いや取れないです取れないです全然取れないです分かってくださいみたいな。サイズが違うでしょうと。何してんのお前、取るんだ。体格の違いの中でもトレーニングはやっぱり求められるし、うん、もうそういうトレーニング、厳しいトレーニングがありましたね本当に、ね、はい、ご参加いただいた皆さんに改めてちょっとメッセージだけでねいただきたいなと思うんですけれども、本当にこれからの一人一人のね本当に行動が非常に大事になってくると思いますし、今も自己免疫を高めながら、うん、もう今日のストレッチ筋トレで自己免疫を高めながらしっかり備えて、本当にまあ明るい未来に向かってもう前進するのみですよね、うん、本当にもうあの皆さんで頑張っていきましょう。これからの、まあ、ガンバも、うん、ちょっとねちょっとこうクッてなってるんで今沈みかけなので、ここまたねここねまた応援して、うん、皆さんで応援してもらって皆さんで盛り上げていきましょう、はい、今日はありがとうございました。いやもうプルプルでやばかったです。ストレッチとかあとトレーニングも含めてなかなか普段できてなかったので、であと呼吸のこととかもしっかり細かく教えてくれたので非常に有意義な時間になりました。今回のゲストはですね、初登場です。黒川圭介選手です。でも徐々にこう自分の持ち味っていうのも出せてきてるかなっていう感じです。自分が思うサイドバックで大事なこと、決定的なこの仕事をどれだけできるかっていうのが一番大事だと思う。もうそこ行ってほしいね。そこまで行きたいですね。